GPT のプロンプト、プランプトとは、モデルに提供する入力、通常はテキストのことを指します。これはモデルが特定の出力を生成するための指針となります。対話モデルでは、プロンプトは質問、一文、またはトピックとなり、モデルはそのプロンプトに基づいて対応する回答やテキストを生成します。例えば、エッフェル塔について教えてくださいというプロンプトをチャット GPT に提供すると、モデルはエッフェル塔に関する説明を生成します。プロンプトの設計と選択は、モデルの出力に大きな影響を与えます。良いプロンプトはモデルがあなたの要求をより正確に理解し、あなたが期待する回答に近いものを生成するのに役立ちます。これがプロンプトエンジニアリング、プランプトエンジニアリングと呼ばれる技術が存在する理由です。これは、モデルから最適な出力を得るために、どのようにプロンプトを設計し最適化するかに関するものです。実践では、プロンプトエンジニアリングは特定の言語スタイル、フォーマット、またはコンテキストの使用、またはプロンプトに特定の指示を含めることで、モデルが特定のタイプの回答を生成するように導くことを含む可能性があります。例えば、モデルに創造的なストーリーを生成させたい場合、よりオープンで抽象的なプロンプト、例えば遥かな王国で、昔々を使用するかもしれません。GitHub 上的 CamSong、チェックグプトエンジニアプランプツは、エンジニア向けのチャット GPT のプロンプトを集めたリポジトリです。このプロジェクトの目標は、AI を使って作業の 99% を自動化し、残りの 1% をユーザーがコントロールすることです。プロンプトはコード開発の各段階、UI、UX デザイン、製品設計などをカバーしています。チャット GPT の使用に関するヒントも提供されています。例えば、チャット GPT は上下文を記録できるため、一度の質問で理想的な答えが得られなかった場合、ユーザーは追加の質問をすることができます。また、一つの質問の中で中英文を自由に切り替えることが可能です。このリポジトリには、コード生成、コード解説、コード最適化、コード変換、特定の戻り値形式の指定、正規表現、SQL 生成、ページ UI 生成、イラスト生成、アイコン生成、マスコット生成、色生成、コミュニケーションなど、さまざまなプロンプトが含まれています。また、画像をもとに新たな効果を生成する方法や、既存の画像を調整する方法、画像からプロンプトを見つける方法なども紹介されています。このリポジトリは、チャット GPT を使ってエンジニアリング作業を効率化するためのリソースを提供しています。GitHub 上のラルーカイピ、チェックグプトプランプトエンジニアリングは、ディープラーニング .AI と OpenAI によるチャット GPT プランプトエンジニアリング for Developers のジュパイターコードノートブックを提供しています。このリポジトリでは、大規模言語モデル、LLM を使用して新しく強力なアプリケーションを迅速に構築する方法を学ぶことができます。OpenAI API を使用することで、以前はコストがかかりすぎたり、高度な技術が必要だったり、あるいは単に不可能だった革新的な価値創造を迅速に実現することができます。この短期コースでは、ISA フルフォルド、OpenAI、とアンドリュー NG、ディープラーニング .AI が、LLM の動作方法、プロンプトエンジニアリングのベストプラクティス、そして LLM API がどのように様々なタスクのアプリケーションで使用できるかを説明しています。具体的には、以下のようなタスクが含まれます。要約プレイ、ユーザーレビューの簡潔化。推論プレイ、感情分類、トピック抽出。テキスト変換で翻訳、スペル&文法の修正。拡張で自動的にメールを書く。さらに、効果的なプロンプトを書くための2つの重要な原則、
良いプロンプトを体系的にエンジニアリングする方法、カスタムチャットボットの構築方法も学ぶことができます。すべての概念は数多くの例で説明されており、Jupyter ノートブック環境で直接操作してプロンプトエンジニアリングの実践経験を得ることができます。该链接是一个 GitHub 项目，名为 GitHub Daily 斜杠 ChatGPT Prompt Engineering for Developers in Chinese。这个项目主要用于存放面向开发者的 ChatGPT 提示词工程非官方版中英双语字幕。项目包含以下文件夹 ：Subtitles 核心字幕，里面放置了中英双语字幕。English 下划线 subtitles 从双语字幕中分离出来的英文字幕 Chinese 下划线 subtitles 从双语字幕中分离出来的中文字幕 Course 下划线 notebooks 从课程中复制至本地的 notebook 该项目的目的是帮助开发者更好地理解和掌握 ChatGPT 的提示词工程项目中还包含了一些配套的代码和笔记，以及一些示例和教程，这些都是为了帮助开发者更好地理解和使用 ChatGPT。项目的 README 文件中还提供了一些关于 ChatGPT 的背景信息，以及如何有效地使用提示词来提高 ChatGPT 的性能。此外，还提供了一些关于如何贡献该项目的信息。以及该项目的开源协议等信息。GitHub リポジトリは、JavaScript を使って高品質な回答を得るためのプロンプトエンジニアリング技術についての完全なガイドを提供しています。プロンプトエンジニアリングは、AI モデルに対する質問の仕方を工夫することで、より良い結果を得るための技術です。このガイドでは、プロンプトエンジニアリングの基本的な概念から、具体的なテクニックまでが詳しく説明されています。また、プロンプトエンジニアリングの実践例も豊富に提供されており、AI モデルを最大限に活用するための参考になります。このガイドは、AI モデルを使って問題解決を行う際の新たな視点を提供し、ユーザーがより効果的に AI と対話するための方法を学ぶことができます。